うちゃんは沖縄県の新聞社である琉球新報社のマスコットキャラクター。2005年に琉球新報社の本社を泉崎ビルから現在の那覇市雨区の新社屋へ移転したのを機に一般公募でデザインを募集し、選ばれたデザインをもとに生まれた。その体系は琉球新報社の R がモチーフ。活字文化を未来へつなぐという紙面たすきを体に巻き、 通常にはニュースをキャッチするアンテナがついている。高知県のイメージキャラクターである黒潮くんとは親戚関係の噂があると自らブログでコメントしている。口癖は竜。同僚との会話やブログでの言葉尻に竜をつけるのがお約束となっている。次第に竜、竜、竜とバラエティに溢れたコビからありゆがとといったオリジナル。 流語の開発にも日々4年がない。本人が発信するブログ、竜ちゃん日記のプロフィールによると、身長は新聞を広げたぐらい、体重は、超優感の約1ヶ月分と、新聞社らしい設定であるが、実際にイベントなどに出かける、際の巨大化については、みんなに会いに行くときは、ちょっぴり大きくなりゆよというアバウトさで、お茶を濁している。また、 嬉しいことがあると体の青い色が薄く、悲しいことがあると濃くなるんです竜と記載されているが、実際に色が変化している様子は特に見受けられない。なお、巨大化した際には背中にチャックのようなものがあるが、これは背骨であると本人は説明している。りゅうちゃんの愛らしい雰囲気と表情は子供たちへの人気が高いが、 ブログより伝わる天然さと顔に似合わないクールな一面が30代の女性たちの愛眼心をくすぐり、根強い人気があるという。ツイッターには非公式のボットが存在する。当初、エキサイトの無料ブログにて、こっそりと公開されていた、りゅうちゃん日記。自称アルファブロガー。恐れをなさずに、何にでもチャレンジする破天荒な性格から、あっという間にその噂は広まり。 予想外の反響がある。その後、コンピュータ用のカレンダー付き壁紙ダウンロードページや、りゅうちゃんのお友達募集ページ、りゅうちゃんクイズ等があった、りゅうちゃんと遊ぼう。という独自のサイトが開設されるが、現在は閉鎖。エキサイトブログ内のりゅうちゃん日記は、公式ブログまで登り詰めることができず、容量が無制限へとなる、エキサイトブログアドバンスへの登録も、上司の許可が降りず、 容量の関係で、なくなく自社サーバーの二代目、りゅうちゃん日記へと移行する。翌年には、インターネットと、ブログと琉球新報の紙面をつなげる、無料会員制の、りゅうちゃんクラブが設立されると同時に三代目のりゅうちゃん日記へ移行し、現在に至る。なお、琉球新報の長官に、毎月2回掲載される、紙面版のりゅうちゃんクラブには、りゅうちゃんからの近況報告のほか、 飲食店等の割引が受けられる情報、加盟店の紹介、リレー方式で綴られるエッセイ、話の玉出箱や FEC 所属のお笑い芸人、小初まさみつの、まー、あ、ちゃんのお笑いニュース道場等がある。同社の業務と、高校野球の応援、並びに、ブログでの執筆業の傍ら、パンフレットや、ユイレールの看板広告へのモデル業、テレビコマーシャルや、 ラジオ番組へ出演という地道な PR 活動等がある。その他沖縄県内の幼稚園や保育園、各種団体や企業等を訪れ、リュウちゃん体操の普及に努めたりと幅広く活躍している。2008年10月には、ローソンとコラボレーション。リュウちゃん商店員ローソンと名打ち、オリジナル商品のキャンペーンを催すなど、琉球新報以外での活躍の場も広がりつつある。 県内でのお祭りや各種イベント時には、印刷機材や通信装置を搭載した同社の移動編集者、リュウチャン号と共に出動し、地域に密接した紙面をいち早く届ける。琉球新報本社のある、那覇市内だけでなく、沖縄本島や石垣島など、沖縄県内では幅広く活動実績があり、全国発売の雑誌にもたびたび登場している。 本人は長年東京進出を夢見ていたものの沖縄県外への進出を果たせずにいたが2010年4月放映のフジテレビ系のテレビ番組熱血平成教育学院へのゲスト出演で念願の状況を果たしている2007年の8月より BJ リーグに新規参入した沖縄県をホームタウンとするプロバスケットボールチーム琉球ゴールデンキングスのスペシャルメンバー 同チームのホームでの試合には観客の盛り上げ役としてコートに出場し貢献している。どうやらリちゃん専用のユニフォームは作られていないようだが、その背番号として915のみが与えられている。長らく人事部で活躍してきたが、リちゃん本人が高根朝市社長に自家談判する形で異動が認められ、2010年7月1日より広告局人事部に配属。 たまに、連載中の4コマ漫マ画、カジュマルファミリーにも登場する。お調子者のリュウちゃんは当時流行していた、稲ナウアーポーズを連発し、過去2度ほど、バブルス病院へと入院している。沖縄タイムスの子供向け紙面、ワラビーのキャラクター、ワラビーや、有名なマスコットキャラクターとして知られるガチャピンにも、リッチギに,に、先輩と継承をつける性格や上司に物応じしない。 ブログでの大胆な語り口から、初対面への上下関係には一見厳しいがなれると、意外にそうでもないと推測される。同社の創立記念日でもある毎年9月15日前後には、りゅうちゃんのお誕生会というファンの集いを模様し、実際に年齢を重ね成長している。ちなみに、1歳と2歳のお誕生会には予定していた日に台風が接近し、延期を余儀なくされている。 りゅうちゃんのお友達募集という企画から生まれた同い年のみなこちゃんという幻の女の子に恋焦がれているという初期設定。その後、彼女はテレビコマーシャルのオンエア用のりゅうちゃんの歌をりゅうちゃんのために歌っているが、りゅうちゃんの活躍と共に徐々にその出番は少なくなってきているようである。2008年の7月某日、ブログのネタでりゅうちゃん商店のオリジナルグッズでもある。 ランチボックスに手作りマイキャラ弁当を詰めていたリュウちゃんの脳裏に妙案がひらめく。その足でコンビニエンスストアのローソンを訪問。ご利用しのプレゼンが功を奏したのか、10月28日より沖縄県内のローソンにてリュウちゃん弁当をリュウちゃんでニッシュドーナツ、リュウちゃんアイス、リュウちゃん用語と同時に11月24日まで販売。2011年11月14日。 なあなあしてると、ブログの更新がおろそかになるのではと危惧して避けていたツイッター。近年のブログ更新頻度の低さから、ついにツイッターを開始する。T シャツをはじめとする各種キャラクターグッズが、琉球新報本社ビル内にある読者サービス室で購入が可能。また契約した書店や、ファンシーショップでも販売されているほか、同社オンラインショップでも取り扱っている。琉ちゃんクラブに、 あらかじめ加入していると、会員価格で購入ができる。ちなみにオリジナルグッズは、在庫がなくなると、レアグッズになる可能性が高い。ありがとうございます。